今まで売り上げは100ちょっとぐらいが私の一番いい売り上げだったんですけど、うん、入学させていただいて一気に209万というすごいですね。もう倍以上っていう1ヶ月で達成することができました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はボイトレスタジオを経営している受講生の吉武さんと一緒にですね、実績対談ということでお届けをしていきたいと思うんですが、既存生徒さんへのコースアップを提案された、いわゆるアップセールをされたことによって209万円というね、売上を上げられたその秘訣であったりとか、あともともと吉武さん自身個別レッスンでねサポートしていたところ、フルコン形式にしてさらに単価アップをしてコースアップをしてアップセールで売上を上げられた秘訣について詳しく聞いていきたいと思いますので、特に今講座型だったりとかコーチコンサル型ビジネスをされている方はね、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。吉武さんから今のご活動内容を簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。私はボイストレーナーをやってまして、東京の方でボイトレスクールスタジオを経営しております。メインはズームで教えてるので、全国に生徒さんがいらっしゃるという感じのスタイルでやってます。ありがとうございます。そもそもなんですけども、ここまで聞いてボイトレってリアルじゃなくてもできるのってびっくりされた方多いと思うんですけど、オンラインでボイトレ教室がもう成り立ってるっていう感じですかね。そうですね、うんうん、もう全部オンラインでやってますね。途中でみんなと交流したりとかいう会も作っているので、リアルであったりとかもやってるっていう感じですかね。素晴らしいですね。吉武さんもそうですし、うちのね他の受講生さんとかでも書道教室オンラインでやってたりとか、ヨガのインストラクターをオンラインでやってたりとか、ダイエットコーチとかパーソナルをオンラインでやってたりして、それで生徒さん結果出てたりするっていうこともあるので、一昔前未曾有のウイルスが入りましたけど、対面じゃないとできないっていうのは単なる思い込みで、オンラインにしても全然いけるよっていうところはね、すごい今の時代あるのかなと思うんですが、弊社学科に入学いただいたきっかけっていうところも教えていただけますでしょうか。オンラインボイトレスタジオはやってたんですけど、既存の生徒さんばっかりで、これから先いろんな人に知っていただきたいなっていうのがあったので、知っていただくためのツールだったりとか、どういう風にやったらいいのかっていうのをもう少し詳しく、一ビジネス企業コンサルみたいなところにはいたんですけど、ここはベースを学ばせていただいたので、そこからさらに発展して、インスタだったりとか SNS っていうのは進化していってると思うので、流行りだったりとか SNS 側のいろいろ変わってますよね。早いですよね、変遷が早いですね。ルールだったりっていうのがどんどん変化してると思うので、2年前のが使えるかっていうとまた違ったりもするだろうしと思って、北野さんの本をね買ってたんです。本屋さんで見たのが北野さんを知るきっかけだったんですけど、そこからインスタをフォローさせていただいて、めちゃくちゃメリットのある情報をたくさん公開していただいてるので、そこからいろいろ勉強最初はしてたんですけど、途中ぐらいから自分でやる限界を感じてきて、想像でしかないから自分でやって本当はどうなんだろうっていうところがいろいろ聞きたいなと思って、思い切って私はもう入学させていただきました、はい、ありがとうございます。吉武さんですね、入学されてからまだ1ヶ月ちょっとっていう形で、インスタグラムもねしっかりと今構築されている段階ということなんですが、目の前の課題としてはこれから新規の集客をどんどん増やしていくっていうのプラス、既存のお客さんに対してどうコースアップをしていくのかっていうところがね課題として感じられていたというところで、入学前はそんな状況でしたというところですかね。そっか、入学された後の売上面的な変化っていうところも教えていただけますでしょうか。今まで売上は100ちょっとぐらいが私の一番いい売り上げだったんですけど、うん、入学させていただいて一気に209万というすごいですね。もう倍以上っていう1ヶ月で達成することができました。今回のこの売上ものすごいんですけども、既存受講生の方へのコースアップのご案内で達成された売上という形ですかね。そうですね、ビジネスで長期的に反映していくためには、商品を1回販売して終わりというよりは、1人のお客様でできるだけリピートをしていただいて、 LTV といってね、生涯顧客単価って言ったりもするんですけど、それをいかに伸ばしていくかっていうところが非常に重要になってきます。一般的にイチゴの法則って言われたりもするんですけど、新規のお客様を集める労力が5だとしたら、既存のお客様に商品を販売する労力って1なので、新規を取り続けるだけではなく、いかにクロスセルだったりとかアップセルをしていくのかっていうところが非常にね重要だったりするわけですけども、今回既存受講生の方に新しいコースをご案内されたということで、大体何名中何名の方がご制約された感じでしょうか。12名の方にご案内させていただいて、10名新しいプランに移動という感じになりました、はい、すごいですね。12名中10名って制約率でいうと 83% 超えですから、8割以上の方がねコースアップされるっていうところで、もちろん吉武さん自身のサービスが素晴らしいっていうのもありますし、どういう風にご提案されていったのかっていうところとかをね詳しく聞いていきたいなと思うんですが、成功できた要因っていうところをお伺いしてもよろしいでしょうか。私自身が今まで個別でレッスンを受けたというのがあるんですけど、そこからグループメインのボイトレに変えていくという形にしたんですけど、その時に一番私の中で引っかかっていたのが、個別だったのにグループになる、グループになるのに価格が上がるとはどういうことだと、そこすごい懸念されて、最初初回コンサルでもご相談いただいてたと思うんですけど、そうなんですよ、そこの壁というか、はい、そういうのがあって、北野さんにいろいろね相談させていただいた時に、初回のコンサルの時からもうすでに確か1時間のコンサルだったんですけど、めちゃくちゃ私の中でいろいろ進んでいって、あ、こういうことかっていうのがいろいろ分かったんですけど、グループの良さっていうのって本当にあって、グループの良さ自体を分かってなかったんだなと思ったんですよ。その時にグループの良さっていうのが分かってくると、個別ではないグループだからできることっていうのもたくさんあって、その辺を
しっかり説明できたのが良かったかなっていうのはあります。助けてくださいみたいな感じで私は北野さんに LINE をさせていただいた時に語源化してちゃんと皆さんにその良さを伝えることができたら大丈夫だと思いますよって言っていただいたので、それすごく大きかったですね。自信につながったというか、既存のお客様に対してのそのコースアップで個別からグルコンに変わります、しかも単価が上がりますっていうところも説明を理由付けをしっかりとしたことによってご了承いただくことができて、成約率が 83% で継続していただくことができたというところですかね、はい、素晴らしいですね。次にですね、より具体的なところで今度が見てくださってる方でもコース案内とかアップセールのご案内ってどういう風な手段でやればいいんだろうっていうところも迷ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、吉滝さんの場合はズームなのか対面なのか個別なのかどういう形でコースアップをご提案された感じになりますか。今回12名の方に参加していただいたんですが、はい、全て説明会という形を取らせていただいてて、グループで皆さんに対して説明会をするよっていう感じで参加できる人にいただいて、グループで説明させていただいて、最終的に個別でどうされますかっていう皆さんの意向を聞いていくっていう形ですかね。なるほどですね。ズームの全体説明会の中で価格まで行ってしまって、その後は個別相談みたいな形になるんですね。なるほど。12名中10名ってもちろん既存のお客様っていうこともあると思うんですけど、にしても結構成約率めちゃくちゃ高い方だと思うんですよね。 80% って既存生徒さんに対してのアップセルとかクロスセルとかでも大体成約率 50% とかあったら結構いい方って言われる中で、この驚異の成約率を叩き出すことができた秘訣っていうところで、提案の時に意識されたポイントとかもあればね、教えていただきたいなと思うんですが、最終的に価格を説明するところになると一番緊張してたんです。なりますよね最初ね。慣れてきたら全然大丈夫になってくるんですが、その時にいつも決めていることが即決価格と即決の特典、今決めていただくとこういう特典がありますよだったりとか、人数限定、この特典は何名様までしかもらえないのでっていうのを説明させていただくと決まりやすいかなっていうのはありますね。皆さん決めやすいと思います。言われてる方も多分きっかけになるかなとは思うので。そうですよね。限定価格、そして人数限定っていう限定的希少性をしっかりと打ち出していかれたっていうところ、これ非常に大切ですよね。興味あるけど検討してるお客様の背中をね押してあげられる判断材料の一つになりますので、非常に素晴らしいですし、これは皆さんもぜひね取り入れられる部分なんじゃないかなと思うんですが、北野さんに相談させていただいた時はグループにする時の自信がなかった、そして価格を上げるっていう自信がなかったし、皆さんやっぱり個別の方がいいよねって自分自身が思い込んでたっていうのがあるんですけど、そこの切り替えができたっていうのはすごく大きかったので、うん、見方で本当に変わるんだなっていうのは、そう、思い込みを外すじゃないですけど、個別じゃないとダメって思い込んでたけど、いやグループの方がむしろメリットたくさんあるじゃんっていうことに気づけたりとか、ね、それがあるから自信持って提供できるんですよね。こちら側がすいませんっていう感じじゃなくてだってこっちの方が本当にいいんだもんっていう感じで提供できるので、そこが一番大きかったかなと思います。僕もいろんな方見させていただいていて、どの業種でもやっぱり自分の中での思い込みっていうのってあるんですよね。この価格だと売れないとか、安くしないと売れないとかっていう人も中にいますし、それって結局誰が決めたのかっていうと自分の思い込みすぎなかったっていう場合もあったりするので、その一歩先を行くからこそね、今のコンフォートゾーン以上の売上を上げていくこともできるわけなので、そういうところはね成果につながったね一つかなっていうのは思いますね。改めてにはなりますが、うちの学科に入学して良かったことがあればね教えていただけますでしょうか。始まって1ヶ月ぐらいなんですが、サポートをすごくしていただけてるので、分からない時に聞いたら答えていただけたりとか、 SNS 集客っていう感じで北野さん外に出してると思うんですが、それ以外のことを聞かせていただいたりしてるんですよね。アップセールするときどうしたらいいですかとか、こういうことでちょっとつまずいてるんですけどって聞いたときに、全然 SNS 関係ないところなんですけど、やっぱビジネスとして必要なことにはすごく親身になって答えてくれるので、一人でやってる経営者さんってたくさんいらっしゃると思うので、誰かに相談できるっていうその安心感はかなり入ってよかったなって思うポイントですね。いつでも聞けるっていうところが、はい、ありがとうございます。今日ね吉滝さんにもいろいろねポイントをお伺いしてきたんですけども、概要欄の方にも吉滝さんの LINE 公式アカウントとインスタのリンク貼っておりますので、登録いただくとね、どういう風に発信してるんだろうっていうのももちろん勉強になると思いますし、今だけですね LINE 登録いただくと吉滝さんから限定プレゼントもねもらえるということで、こちらの特典についても簡単にご説明いただけますでしょうか。今ですね、ボイトレのインスタの方から LINE につなげていただいた方にはボイトレ診断みたいなのがあって、人間の声は4つのタイプに分かれるよっていう、その4つのタイプのどれでしょうっていうのが皆さん診断していただけたりとか、歌が上手くなる秘訣の動画が5本ついてきたりとかしますので、すごいですね。プロのボイトレの吉滝先生からねそのノウハウを無料でいただけるということですので、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。ということでね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100人集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。
。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り、自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。